自民党は、男性の育児休業の義務化を目指す議員連盟の立ち上げに向けた会合を開き、社会の意識改革を促していくと強調しました男性が育児に参加をするという、男性企業、社会の意識改革を進めるというのが、第1の目標であります。 会合で松野元文部科学大臣は男性の新入社員の8割が育児休業の取得を希望しているという調査結果がある一方で現状の取得率は5.14にとどまっていると紹介し少子化対策などのためにも男性の育児休業の取得が重要であると訴えました。 議員連盟は6月の上旬にも設立される予定で、育児休業の取得率向上に向けた法案の提出を目指すということです。実際に男性の育休義務化に向けて、すでに動き出している企業があります。メガバンクの三菱 UFJ 銀行です。 これまでも育休を取る男性社員は80%を超えていたものの、平均取得日数はわずか2.5日。そこで5月から、男性がおよそ1ヶ月の育児休業を取得することを会社が強く進める制度を導入しました。男性育休の取得、えっ、ー、ときちんと取得できているか、本人の要望通りに取得できているかどうか、えー、そういったところが管理職の評価項目に入っています。 部下に適切に休みを取らせることができるかを上司の評価対象に盛り込んだというのです。そこまでする狙いは 登校で長く生き生きと働き続けたいと思う気持ちを強めていただくという点とあとはこれから就職活動をされる方中東の方も含めて MUFG ならこういう制度こういう自分の働き方ができる会社だなというふうに思ってもらえればと思って打ち出しております。